こんにちは一ノ瀬です海外のニュース記事の概要紹介と記事についての感想をお話しする動画ですえ今日は KK さんのニューヨーク州司法試験不合格についてイギリスデイリーメールの記事からご紹介しますえ記事の URL を概要欄に記載しておきます KK と M 子さんの最新の写真と M 子さんの出勤風景と思われる動画も掲載されておりますのでぜひ概要欄の URL からデイリーメールの記事もご確認ください 2つ前の動画ぐらいから動画のデザインを、ね、大幅に変更させていただきましてその、ね、デザイン変更の理由でもあるんですけれども少し、ね、前までの動画までは直接、ね、こうニュース元のサイトページをモニターで写しながら動画の撮影をしておりましてたんですけれどもこのやり方が、ね、著作権の問題に触れるかもしれないということで直接、ね、デイリー・メールのページをご紹介することを控えております。 記事についてもようやくでのご紹介となりますけれども主要部分については確実にお伝えしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは早速お話を進めてまいりますがよろしければチャンネル登録高評価コメントなどをいただけましたら動画作成の励みになりますのでよろしくお願いします。えー、今回のテーマなんですが3度目の正直となるか M 子さんの一般人能と経験司法試験に2度目の不合格 妻はメトロポリタン美術館で無給のボランティアという内容ですこの見出しの部分でセカンドのところが大文字で強調されてあるので今回もみたいなねまた落ちたみたいなニュアンスになるかと思います見出しの下の部分を見ていきます KK さんが2月にニューヨーク州司法試験に2度目の挑戦しかし合格者リストに名前がなかった KK は M 子さんとの結婚前これは7月の試験ですね受験しましたが11月に不合格が判明不合格が判明した木曜日の出勤風景を写真に収めましたなのでデイリーメールに掲載の k k さんの写真は4月14日の写真になりますシャツにスーツカバンを持ち長い髪をポニーテールにまとめている姿はここ数か月よくしているスタイルである 金曜日、えー、4月15日ですね、無休のボランティアをしているメトロポリタン美術館近くで妻の写真が撮られました。元内親王は2021年10月に一般人である KK と結婚するためにセンセーショナルに皇室を離れ、その数週間後に二人はニューヨークに引っ越しました。え、今回ね、M 子さんの最新の動画も見られるんですけれども、え、記者 とね。思われる方がかなりのね。至近距離でビデオカメラのようなものを持って撮影している様子が映ってます。なんかね。でも今回のニュースね。もうなんかアリバイ作りというか、わざわざねデリメールの方に出勤風景を撮らせてちゃんとやってますよ。アピールにも見えますよね。 一般人なんだからま撮影をさせないこともできるわけで、実際に日本のマスコミにはね報道規制をかけているのに、デイリーメールだけね堂々と撮影させるのは、なんかねわざとらしい感じもします。続きまして、えー、本文についてもざっと要約します。経、え、験、ー、氏がニューヨーク州司法試験2度目の挑戦に不合格だったことが明らかとなりました。ちょうど同じ頃、妻の M 子さんはメットで無給のボランティアをしていることがスクープされました。 2月のニューヨーク州司法試験について木曜日これは4月14日ですね、えー、オンラインで、えー、合格者の発表がされましたが彼の名前は合格者リストにはありませんでした M 子さんがメットでボランティアを始めたと報じられたわずか数日後に彼の不合格が判明しましたで、えー、ジャパンタイムズの記事を引用して M 子さんの例のね解説文について触れられています 結婚前に8年間交際していた夫妻はその後ニューヨークのワンベッドルームのアパートに引っ越し KK はニュージャージー州にある事務所ローーエンン・ンスタインサンドラー法律事務務所に勤務しています。KK は木曜日の朝スーツとシャツを着て、えー、地味ながらもスマートに出勤する姿が目撃されており司法試験不合格の知らせをすでに受けていたかどうかは不明です。 までもねサイトで合格者が公表される前の日に受験者には通知が行っていたでしょうから、まあ、知ってたでしょうね。まあ、それかねもともと知ってたという説もありますけれどもただねこれは私の感想なんですけれども仮にこう猛勉強して試験に、ね、臨んで全力を出し切った挙句のわずか5点差で不合格だったら やっぱ相当ね落ち込むというか前日にはね合否が分かっていて一晩ねこう気持ちを整理する時間があったとしてもその翌日にね写真を撮られたくないとか誰にも見られたくないみたいなね気持ちになると思うんですけれども経験者を見る限りあまりそのような雰囲気は写真をね見ても感じられないなというふうに思います。次はね KK はポニーテーテルを好んでやってますねという話がありまして。 で、えー、この KK の、ね、出勤風景から1枚だけね写真を引用させてもらおうと思うんですけれども入館時の社員証の写真がですねちょっとねこうピンボケしてるんですけれども例のねこうスウェットの写真だと思うんですよ普通で、ね、スーツとかねもう少しこう小切れな姿の写真を使うと思うんですけれどもあのスウェット写真のねこう社員証として首からねぶら下げてクライアントさんの信用は得られるのでしょうか ね、本当に正規雇用されているのかは不思議な状況でございますけれどもちなみにねまたあのローエンスタインサンドラーの,の事務所のサイトにね日本からのアクセスができないということになっているようなんですけれども私もね今朝一回やってみたんですが実際にそういうふうになっておりまして。 ただですね、私、あの日実はアクセスしまして、k k さんのね、えー、プロフィールのところ、スクショしてるのがありますので、これもね、ご紹介しますけれども、今現在ね、一応なんか、お席はね、確保されてるようでございます。 記事に戻りましてここは若干、ね、いじりが入っているようなんですけれども、えー「M 子さんの夫は結婚して以来服装が庶民的になってますね」ということで2月に司法試験を受けた時に試験会場の外で、ね、例のジーンズにデニムシャツ「スター・ウォーズ」をテーマにしたスニーカーという、ね、非常にカジュアルな服装で写真に撮られましたというふうにあります。 ししかし今回はニューヨークの流行の美学を表現していたのは彼のポニーテールだけでしたということで <laughs> ここは絶対経験をねちょっと小バカにしてるんだと思うんですけれどもえそういう表現がされていますえ一方 M 子さんは結果が発表された翌日の金曜日ニューヨークのミートタウンで写真を撮られましたダブダブのブルージーンズにシンプルな黒のセーターを着て黒のバレエシューズと黒のハンドバッグを合わせています 元内親王はその後コンビニの紙袋を持って車から降り写真を撮ろうと待っていたカメラマンの横を通り過ぎる姿が目撃されています。M 子さんは現在無給のボランティアとして活動している、えー、メトロポリタン美術館からほど近い場所で目撃されましたでここからはですね、えー、と前回のねデイリーメール記事の繰り返しになりますけれども以前住んでいるアパートからメットまでの距離 それかエム子さんが日本でね東京大学の博物館、えっと、インターメディアテクっていう名前だったと思うんですけどで勤務しててその前は大学で勉強していたこと、えー、イギリスのエディンバラ大学とレスター大学で美術館とギャラリー学の修士号を取得したことあとですねメットの元、えー、学芸員の方からのコメントで今ねエム子さんがやってると思われてる仕事はかなりのね準備が必要だとかなんとかの部分と。 KK がです、ね、去年の7月の試験も不合格だったことなどで新しい内容としましては日本でこう支援をしている王法律事務所の王、ね、弁護士に KK が電話をしてで不合格の、ね、報告をしたことが書かれてあります。そして、まあ、再受験するなら、次の… 7月ままでで待たないといいととけませんっていうことですねあとはですね、まあ、もういいかなと思うんですけれども KK、えっと、がまあ母子家庭で育ったこととか、まあ、婚約までの慣れ初めと金銭トラブル小室文書などなどで M 子さんが例のね結婚は私たちの心を守り生きていくために必要な選択ですって話したこととか、えー、さらにね KK の留学と勤務先のこと。 女性皇族が結婚とともに皇族ではなくなることとか、と結婚して初めて苗字とパスポートを持ちましたという話と、あと皇位継承に関することですね。え、そして最後にね、この記事についてのコメントを少しね、えー、ご紹介していきたいと思います。現在ね、この記事に約三百三十件ぐらいのコメントがついているんですけれども、やっぱりね、こう実態が伝わっていないせいだと思うんですけれども。 ほとんどの、ね、やっぱコメントに関して、もうね、この二人のことはそっとしておいてあげて、みたいなコメントが、ね、多いんですよね。あとはね、kk の不合格に関してなんですけれども、彼はねこう、えー、アメリカ人じゃなくて、英語が母国語じゃないんだから、えー、仕方がないとかですね。一回、二回、不合格だった時点で、こう批判的な、ね。個人ニュースを報じるのはいかがなものか、みたいなこととか。 あとはですね、たまにねあの真実を分かっている方からのいまだにこうロイヤルパワーを使っているのがおかしいとかちゃんと指摘しててくださっているコメントがあります。まあ、日本だとねもう経験不祭についてのニュースっていうだけであのヤフコメの、ね、コメント欄とかなんかかなり荒れ狂ってると思うんですけれどもそれに比べるとかなりね温かい雰囲気といいますか、えー、温度差を感じます。 この前、ね、私の動画でも「デイリーメイ、ね・メール」の記事を取り扱わせていただいた時にあの視聴者様からのコメントで「デイリー・メールの」のコメント欄にコメントした方がいいんじゃないかみたいなコメントを頂戴しておりまして、えー、私もねあそれはそうだなと思いまして早速ですね、まあ、警備費に年間8億円かかっているようなこととか 未だにね、税金暮らしのこととか、えー、フォーダム大のね奨学金の獲得もロイヤル特権を使った疑いが大いにあるんじゃないかみたいなことなどをコメントをさせていただきました、えー、少しでもね、あのお役に立てればと思うんですけれども、えー、ということで本日の動画は、えー、デイリーメールから KK さん2回目も司法試験不合格のニュースをご紹介しました本日の動画は以上となります今日もご視聴いただきましてありがとうございました